やはり現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。教皇は最初から知ってたのか。海洋の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのも、バッセイが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。